物事ってのは唐突に起きるものだ。唐突にトラックが突っ込んでくることもある。唐突に異世界に転生することもある。別の大陸にいきなり飛ばされることもある。そして唐突に人が死ぬということも。お前ら例のデッドエンドだ。魔力災害の後急激に名前が売れ出した。私強くなってる。戦いの最中に気を抜くな。デッドエンドは悪者じゃダメなんです。旅立てば二度と会えんかもしれんぞ。私は帰らなきゃいけないところがあるから。今探さなければ二度と会えない家族がいるので。助かったぞ。一つ願いを言うわよ。男の汗の匂いいいですわ。クズじゃな。この男も懐かしい感じがする。いつも私がピンチになると助けてくれるのよ。いつかまたどこかで会えるはずです。逃げろルーデウス。人は変わるんです。お前、人神という単語に聞き覚えはあるか。